こんにちは、リエモンです。今私は岐阜県の西の方にあるローソンにいます。これから北陸一人旅を始めたいと思います。ということでローソンで旅のお供を買ってきました。今日はポテロング、ピュレグミ、お茶と紅茶家電です。今日から3泊4日で北陸旅を始めたいと思います。急ぎ足になりますが、福井、石川、富山と攻めてみたいと思います。まず最初に向かいたいのが福井県の東尋坊、定番中の定番の観光スポットですよね。そこに向かいたいと思います。ここから下道で3時間10分かかります。途中で休憩もしながら行くので結構4時間ぐらいとかになっちゃうのかなと思いますが、ゆっくり行きたいと思います。現在こちらは滋賀県の長浜市に入りました。岐阜の家を出発するときは雨降ってて観光あんまり良くないかなと思ってたんですが、こうやってちょっと西に走ってきたらこの天気なのでね、今回もお天気に恵まれるといいな。道の駅河野に到着しました。ちょっとここでトイレ休憩をしたいと思います。それでは、はい、ただいま。あの木の向こうは海を見ることができます。まあ、こっから先ずっと日本海を見ていくことになるので、さらっと休憩をするだけにして東尋坊を目指したいと思います。まだ1時間半ぐらいはかかる。3時ぐらいまでには着くように頑張っていきたいと思います。道の駅河野さん、ありがとうございました。また東尋坊に向けて出発したいと思います。おお、結構いっぱいね、車止まってるね。お願いします。はい、初めて？初めてです。はい。おお、完全にキャンピング用に上手に作ったのね。自分で作った。大体そうです。これはこれだけ整ったら退屈せんね。はい、ありがとうございます。はい、到着しました。それでは準備します。東尋坊タワーのところの駐車場ですね。こちら500円でした。この東尋坊タワーは15時までらしいので、もうあと10分ぐらいしかないので、ちょっとやめておきます。こんな感じでお土産屋さんがあります。あ、なんかいきなりいいもの見つけちゃった。あ、でもクローズだ。なんかめっちゃいろいろ買いたい。お、なんだこれ、すごい。とりあえず目的の東尋坊を見てこなきゃね。この辺も全然雨降ってなくてよかったね。観光ができます。あー、すごい岩場、ごっつごつしてる。この階段からあの岩場の方に降りていけます。行ってみましょう。なんかすごい景色だね。大迫力だよ。波がもっとバンバン来たらもっと怖いかもしれない。今日はね、割と穏やかなんだよね。いや、私自分のスカートの裾を踏んでこけて落ちないようにしなきゃ。よいしょ。わー、怖っ。めっちゃ風に吹かれてる。怖い。こんな感じです。わかりますかね。結構端っこまで行けるんですけど、私は怖いです。多分ニゴさんなら行ってしまうところだと思うけど、向こうの崖の上をこうやって見ると怖いですよね。あの辺とかに刑事さんとね、犯人が来て、君が犯人だろうみたいなことを言うんだよ。そういうサスペンスドラマの一シーンに出てくる、そんな場所です。海から見た東尋坊すごいね。お昼ご飯も食べてないんだけど、もう15時どうしようかな。ちょっと気になったのがこの岩場カフェ、フリーチャージとかもできてペットフレンドリー、ワンちゃんもいい感じなのかな。すいません、ありがとうございます。でこっちの席、めっちゃおしゃれな感じの席があったのでこちらにしました。東尋坊のこの海を見ながら VIP 席だよ。他にお客さんがちょっといなさそうなので、あの贅沢にこちら使わせていただきます。この入れ物ね、ここに東尋坊って書いてある。岩場カフェさん、いいね。いかにも観光地って感じでいいですね。ごちそうさまでした。はい、ということでこちら東尋坊のタワーしか見えませんが、東尋坊さんありがとうございました。
こうやって見るとちょっともう錆びれちゃった感じに見えますが、ね、平日でもそれなりにお客さんがいたし、観光バスなんかも来ててね、賑わっていたので、なんといってもあの絶景、断崖絶壁はやっぱ見応えがあると思いますので、ぜひ一度来てみてはいかがでしょうか。それではもう今16時、雲行きも怪しくなってきた。車中泊場所を探していきたいと思います。明日は金沢観光をしたいので、金沢に近い徳光パーキングエリアに行こうかなと思います。北陸自動車道の徳光パーキングエリア、ハイウェイオアシスもあって温泉があるみたいなので、温泉も入りつつそこで車中泊をしようかなと思います。ギリギリのところまで下道で行って、手前で北陸自動車道に乗りたいと思います。その間にお買い物できるところがあったら、またちょっとお買い物をしながら行きたいと思います。次の目的地、徳光パーキングエリアまで1時間20分安全運転で行ってきます。こちら丸 A さんです。ちょっとこちらでお買い物してきます。これからの予定を、パーキングエリアからも行ける松任海浜温泉というところに行こうと思ってたんですが、ちゃんと今調べたら松任海浜温泉さんは結構長期の改装工事みたいなのがやってて、お休みになってました。高速道路に乗る前に気づいてよかった。ちゃんとゆるートにも Google マップもホームページも全部その表示がありました。完全に私が見落としてました。ポッカポカランドなったっけ。ここから近いところに行きたいと思います。それでは時飛ばし、到着したのがポカポカランド川柳温泉さんです。入浴料が460円、24時までやってて、駐車場も75台あるということで、こちらでお風呂済ませたいと思います。それでは行ってきます。あちらのお風呂に行ってきました。建物はなかなかレトロな感じで、年季が入っているというか、シャンプーとかリンスとか何もないので、自分で持ってったものを使う、そんな感じでした。これから道の駅めぐみ白山というところに行きます。国道8号線沿いにある2018年にできた道の駅なので、綺麗だろうし、国道8号線沿いなら車通りもあるだろうし、そこがいいかなと思います。道の駅めぐみ白山、ここから11キロほどなので、その間にどこかでご飯買ったり食べたりしたいと思います。さっきスーパー行ったんですけど、パーキングエリアとかで食べる気満々だったので、夕ご飯らしいものは特に買ってないんですよね。とりあえず出発します。道の駅めぐみ白山に到着しました。わ、すごいいいところ、すごい明るい、広い。はい、到着です。はい、ということで車中泊をする準備ができました。着いたらすぐこの周りのカーテンは閉めました。鍵も閉めてあります。あまり隙間が開かないようにしてます。で、今日持ってきたのがですね、こちらブルーティーの 2000Wh の電源を持ってきました。やっぱりこれぐらいあった方がいいよとか言って、にごさんがね、乗せてくれたんですよね。こんなのとても私では持てないので、乗せてもらったのでそのまま持ってきました。冷蔵庫の電源をシガーソケットから取ってます。今ね、残量が 93% になってる。走行充電 120W ぐらい出るので、シガーソケットを三つ股にしてるんですけど、走行充電ができたりできなかったり、直接シガーソケットに挿せば充電するんですけど、もう三つ股のを使うと充電したりしなかったりするので、ちょっと気をつけてみとかないといけないです。でも 93% あるので、もう走行充電もしなくても4日間持つんじゃないかなって思ってます。室内が今暑いですよ。25度、暑いのでもう扇風機つけてます。はい、ということでご飯にしましょう。今日はもうテーブルこれにしました。キャンプ用のテーブルを持ってきました。今日は結局遅くなっちゃったから、あんまり暗い時間にうろうろするのが嫌だったので、もうすぐそばにあったセブンイレブンでこれパスタ買ってきました。それではいただきます。コンビニのスパゲティだって十分美味しいんですよね。いただきます。うん、今回北陸のことを調べてたら、北陸三県あるあるっていうのが出てきて、北陸三県は石川、富山、福井なんですが、私が住んでる岐阜は東海三県といって、愛知、岐阜、三重が東海三県なんですけど、ちょっとそれに似たところがあるなと思って、北陸あるあるのまず一つが、石川県民は北陸三県で一番偉いと思っている。周りから見るとどこが一番偉いとかあんまり考えないんですけど、金沢があるとか北陸新幹線が通って
てるとか、ちょっときらびやかなイメージがあって、石川県は一番みたいな。富山県も福井県もそれを認めてる。でも富山県民さんは福井県よりはマシだって思ってるし、逆に福井県民さんは富山よりはマシだって思ってる、あるあるみたいなんですけど、東海3県も愛知っていうのはもう自他ともに認める、愛知がダントツ、もうそれは認めます。なんだけど岐阜県の人は東海3県は愛知、岐阜、三重っていう言い方をして、愛知は一番先に来るけど2番目に岐阜を言うみたいな。だから三重県の人は愛知、三重、岐阜っていう感じの、なんかそういう福井県と富山県のちょっとした小競り合いが岐阜県と三重県の小競り合いにちょっと似てるみたいな、なんかちょっとそうやって思いました。なんかそういう県民あるあるってね、いろんなところであると思うんですけど、近隣県での小競り合いとかありますかね。富山、石川、福井は3県ともだいたい大きさが同じ4,100平方キロメートルとかみたいなんですけど、その3県ともちょっと小さめな県みたいで、でお隣の長野県が13,562平方キロメートル、北陸3県を合わせたよりも長野県は大きいみたいな。なので私も北陸に行こうと思った時に、あ、北陸3県だったら距離的にだったら北陸3県4日ぐらいで回れるかなと思ったんですね。北陸3県はとにかく海鮮が美味しいみたい。富山の氷見寒ぶり、石川ののどぐろ、福井の越前ガニ。明日金沢に行くので近江町市場にも行ってみたいと思います。さっきのマルエーさんで里芋の天ぷら買いました。里芋って天ぷらにするんだと思って、珍しいなと思って買ったのをすっかり忘れてた。食べてみよう。いただきます。これ里芋ですよ。うん、おいしい。里芋って天ぷらにするとおいしいんだ。多分人生で初めて食べた。明日の朝とか食べようかな。さっきセブンイレブンで買ってきた、じゃーん、抹茶と玉露の和プリン、おいしそう。わらび餅入りですって。いただきます。これすごい、こんな味なんだ。ちょっと私感動だ。これお茶の苦味がね、すごいいい感じ。上の白いクリームね、調和されてすごい美味しい。205円でこのクオリティはすごくない？普通にケーキ屋さんとかに売ってそう。それではいつものように車の中で歯を磨きます。キッチンみたいな水が出るシステムはないので、歯を磨いたらこの粉で排水を固めます。いつも私乳槽部乳槽部って言ってるんですが、乳槽部は商品名かな。これの名前としては高吸水樹脂で、今回ここの道の駅は明るいし車通りも多いし全然ここは心配じゃないんですが、一応ね今回からこんなの持ってきました。まだ一回もね使ったことはないんですが、便座ですね。こんなのをいつも、まあ、保険のためにもう持ってたんですけど、この凝固剤は登山用にもともと買ったものなんですね。一応車中泊で何かあった時もこれ使えるなと思って車にいつも入れてます。でも実際これどうやって使うかって、袋と凝固剤だけなので、まあ使えなくはないけど使いにくいので、一応こんなのを買いました。これも常に車に乗せとこうかなと思います。こうやってセットして中に凝固剤を入れておくになると思います。ぶっちゃけトイレがないところでももしかすると車中泊はできることはできますが、もう本当これは念のためなので、一生使うことがないんだったらその方が私はありがたいです。今日の持ち物は先ほど紹介したこのブルーティーの2000ワットですね。冷蔵庫も持ってきてます。あとまあ食器類とかで、この辺はもう非常にごちゃごちゃしてますね。いつものソファーベッド、一応ルーフボックスに毛布とか入ってるんですけど、多分今日は寝袋だけで寝れるかなとは思ってます。今の室内温度が 23.8 度、ちょうどいいぐらいです。暑くもなく寒くもなくちょうどいいぐらい。もしかするとちょっと1枚羽織って寝ようかなっていうところですね。現在22時です。ちょっとお手洗い行ってきます。道の駅めぐみ博さん、すごいね明るくて全然怖くないので、夜の道の駅もご紹介できそうです。こちらが駐車場です。画面の奥の方が大型のエリアになってます。で手前の方が小型で、本当に画面の奥の方は国道8号線が通ってます。こんなお菓子の自動販売機があります。久々に見た公衆電話。それでは寝る準備をします。もう寝る準備はこれだけ。よいしょ、広げるだけ。寒かったらこれの中で寝るし、寒くなかったらこれを広げて寝ます。ということで、おやすみなさい。そうだ忘れてた、いつもニゴさんが全部充電やってくれるので
いいんですけど、今日は自分で充電しなきゃいけないので、それなりに順番に充電していきたいと思います。寝る前の残量が 89% です。冷蔵庫はある程度冷えてるので今は動いてません。ということで今度こそおやすみなさい。おはようございます。北陸旅本日2日目の朝になります。昨日はほぼ移動だけで終わってしまいました。昨日の夜から雨が降り始め、今現在も降ったり止んだりというお天気です。天気予報では10時から晴れるということなので、道の駅散策なんかしてね、ちょっとゆっくり出発したいと思います。昨日行ったスーパーでホワイトサンドっていうのを買ってきました。石川県小松市のパンあずま屋さん、ちょっと朝ごはんに食べてみようかなと思います。それと石川県産生乳 100% 使用の飲むヨーグルトこれどういうこと？ああそういうことか。こういうねちょっと薄っぺらいパンにクリームがサンドしてあります。いただきます。素朴な美味しさがありますね。ちょっと2切れは食べれないので、この1切れはラップに包んで取っておきます。今日はね海鮮をやっぱ食べたいんですよね。北陸といったら海鮮を食べたいということで、これは冷蔵庫にしまっておきます。そしてこれが本日のブルーティーの残量なんですが、一晩で 68% まで減りました。昨日走行充電がうまくいったりいかなかったりしてたと思うので、今日は走行充電に気をつけていきたいと思います。道の駅めぐみ白山の売店のところの入り口ですね。鉄道の町白山、白山市でこうやって車両が作られてるんだ。顔はめパネルがあるのでここはやっとかな。誰もいないからやりやすい。いいいいと思ったら恥ずかしかった。誰もいないと思ったら人がいた。恥ずかしかった。中もうとりあえずざっくりと見てきます。めちゃ美味しそう。チャンピオンカレーってあるわ。ホタルイカとシラウオ塩辛、美味しそうだな。お芋パフェとか美味しそうですね。はい、それでは準備もできましたので、いよいよ金沢に向けて出発します。金沢の駐車場で一応安いところを探したんですけど、空いてるかどうかは分からないですね。できればね一箇所に停めて兼六園も東茶屋街も近江市場も全部回りたい。まあこう見えても割と歩ける方なので、まあ一箇所に停めて歩いて全部回りたいと思っています。ということで道の駅めぐみ白山さん、ありがとうございました。それでは出発します。金沢の街の中ですね。兼六園まであと 2,3 分っていうところですかね。私の住む街ではスクランブル交差点なんて駅前のただ一箇所のみな気がする。ちょっと走りやすくなった。あ、利家さんかな、あれなんか銅像がある。ここって書いてあるけど開いてるかな。こちら兼六園元町パーキングというところです。平日の8時から17時までの最大が800円です。今日は1日金沢観光にしようと思うので最大料金設定があるところにしました。他も探せばあったかもしれませんが、この金沢の街の中で1日勤められて800円ならまあいいかなと思ってます。あんまり半袖の方いないんですけど、結構暑いんですよね。蒸し暑い。まあ多分歩くと暑いと思うし、上着を持ってくと邪魔になると思うので今日はこれで行きます。ハイゼットさん、また数時間後にお会いしましょう。ということでとりあえず兼六園に向かいたいと思います。1人お願いします。ありがとうございます。はい、こちら兼六園です。桂坂の入り口で整えられたお庭なのでワンちゃんはダメですね。ワンちゃんがダメなのでこの旅で行っておきたいと思います。もう入った、このすでに綺麗。しかも320円とかって安いですよね。500円ぐらいかかるかと思ったら。工事灯籠通ってきましょう。ニゴさんが喜びそうな、もう一面が苔です。この桜の木も苔が素晴らしい。眺望台です。ここはこうして金沢の街を眺められますね。もうすごい暑くなってきた。やっぱり半袖できて正解。すごい松、盆栽をでっかくした感じですね。いくつも橋があって、橋のたびにこうやって撮ってるよ。こちらが龍石だそうです。龍みたいな石ってこと？あれが龍の頭とかそういうことかな。
相葉龍の頭だったらなんかめっちゃ鼻毛が出てるみたいな感じになってる。あ、すごい。おー、すごい。え、どこから来るんですか。行っちゃった。ウサギさんがいる。怖くて逃げ出ちゃうよ。たくさん人がいるから。さっきの金沢の街の中、あの賑やかな場所の中にあるのにすごく静かで癒されますね。ゆったりとした時間が過ごせます。はい、お松さんですかね。大和武尊の御事の像だった。へー、全然違った。しぐれてお抹茶とかいただけるんですが、午後1時からですね。本当にめちゃめちゃお手入れされてますよ。すごいよ、この苔の生え方。はい、ということで兼六園さん、ありがとうございました。素晴らしい癒しのひとときを過ごさせていただきました。ほとんど一周したので、この蓮池門というところから出ていきますね。でここから出てって茶屋通りを通って帰りましょう。ここがさっき入った津田坂料金所っていうのかな。はい、続いてなんですが、今から向かいたいのがこちら近江市場です。徒歩13分って書いてあるので全然余裕で歩いて行ける距離なので、車を移動させずに徒歩で近江市場まで行きたいと思います。それでは近江市場でまたお会いしましょう。